他の巨人も倒してくれる。なら、あの巨人についていけば。あの巨人、巨人の弱点を理解して攻撃している。相変わらず、人間には無反応。普通なら、とっくに襲ってきているはず。それに、あの戦い方、格闘術の概念があるように感じる。味方の巨人は…なんだ、飛行士か。とにかく本部に急ぐぞ。みんなが戦っている。ミカサ、僕のガスと刃を分けておくよ。そうだ、聞いてくれ、提案があるんだ。あの巨人を本部まで誘導できないかな。あいつに他の巨人を倒してもらうんだ。アルミンの考えなら私は従う。本気かよ。くそ、わかった、やってやる。それであいつをどう誘導するつもりだ。あいつの周囲の巨人を僕たちが倒していけば、新たな巨人を求めて本部へ向かうはずだ。苦戦してるのかよ。狙う。落としたぜ。なんだ、巨人どもがみんな本部へ向かってるぞ。人が集中しすぎたんだ。本部が壊されたら僕たちはもう終わりだ。僕は本部の周りの様子を見てくる。二人は急いであの巨人を誘導してくれ。蹴散らして、次蹴散らして。このままじゃ本部に近寄れない。あの巨人を利用しつつ他の巨人を倒そう。
ずは節約しろよ。今はまずに補給できないんだからな。
ありゃ、なんだ。ミカサ、無事だったか。みんな、あの巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも、俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば、俺たちはここから脱出できる。